ご視聴ありがとうございます。今回は、少し前に撮った展示の動画になります。あのガンダムの中でも本当最強クラスの商品ですね。メタルストラクチャー解体小機ニューガンダムで、これが専用のオプションパーツ、ロンドベルエンジニアズが、発表されたタイミングでの展示になります。でまあ、これもよくある本体が買えないぜっていう、感じなんですけれども、また新しいオプションだけが発売になるということで、まあエンジニアズという名前だけあって、アームですとか作業機とか、整備兵みたいな、そういったオプションなわけなんですけども、これよく見るとアムロとかチェーンとかいるんですよね。で内容を見ると、他にもブライト、アストナージまで作って書いてあります。でこれがまあ22,000円っていうことで、高いんだか安いんだかもうよくわからないんですけど、どうなんですかね。まあ個人的には画像だけで判断っていうのも本当良くないのは承知ですが、高いような感じはしてますが、そんなことないんですかね。すいません。でまあこれニューガンダムが持ってないとまず始まらないわけですが、本体がまあ約100,000円で、フィンパネルが1つ27,500円なんですよね。でダブルならまあ55,000円なわけで、で今回が22,000円ということで、もう合計で177,000円くらい全部揃えるととんでもない額になりますよね。いや本当恐ろしいです。で今回の、オプションパーツということで、どうなんですかね、またさらに今後の展開っていうのもあるんですかね。まさかのヘビーウェポンシステムとかも来ちゃうんですかね。まあ持ってないのでどうにもならないんですけれども、まあでもそれでもですね、本当今後どうなるかちょっとやっぱり気になっちゃいますね。いやー、本体再販してくれないですかね。来月魂ネーションありますけど、発表とかないですかね。いやー、さらに別のモビルスーツ発表とかもなくはないですよね。でも相変わらず100,000前後の商品ということですし、数も少なそうですよね。 あったらあったでまたすごい争奪戦になりそうですね。この解体小機なかなか手が出せませんけども、今後もやっぱりちょっと気にしていきたいと思います。はい、ということで今回はですね、魂ネーションズ東京展示の、ロンドベルエンジニアズでした。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた。